ーティスト陣です。今ね、ちょうどこう N フラワーで次の新しい単行本の撮影をしていて、撮影機材がスタジオの中にいっぱいでゴタゴタしてますけど、今日はね、皆さんにドライになる画材で花束を教えたいと思います。今すごくこうものすごく暑いじゃないですか。こういう時はね、こうドライになる花材で花束作って飾ったらどんなに暑くてもすごく長持ちしますんで、やっぱりお花はね、暑いからこうすぐ持たないから夏場はやめようって思っちゃう人もいると多いと思いますけど、そうじゃなくて飾る花の内容を変えれば十分楽しめるということです。はい、ではね、早速いってみましょう。ドライになる飾りでゴー。では始めていきます。まずこちら、もうこれドライになる代名詞と言ってもいいぐらいドライになります。これアナベルというアジサイの仲間です。まあ今回もまあ短くしていくんで、少しステムは切っておきます。はい、次にこちらがイモーテルっていうね、黄色いこういうまあお花ですね。お花です。はい、それからこれはもうリモニウムの一種ですね。これはもうこのままドライになっちゃいます。はい、次にこれが唐辛子、これもこのままドライになります。この花材で花束を作っていきます。まあ一番簡単によく皆さんがやってるのは、まあ、こうドンとまとめて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 、はい、できましたみたいな。まあこれでもね、確かにほら綺麗綺麗ですけどね、遠目から見た時とかは、まあこう花材の色をまとめていくっていうのは綺麗で一番効果的で簡単なやり方なんですけど、細かく刻んで花束形式にしたものにしていきたいと思います。まず例えば、まあこのアナベルもこのまんま使っちゃえば1個なんですけど、これねそのまんま本当ドライになっちゃうんで、こういうふうにパーツに分けてちょっとワイヤリングしていきましょう。はい、こうね小さくして、もっと小さく、まあこのくらいですね、このくらいのパーツにして、でこのワイヤーでこの根元ですね、根元をこう、見えますかね、こう巻いてあげて、この下のここのステムの部分をくるくるとこう巻く。まあそうするとこうやってワイヤリングされたこういうちっちゃいパーツになりますね。はい、こういうパーツを作っていきます。はい、こうやってパーツができました。でまあね、今ワイヤーこう下丸出しになってるんですけど、これよくあのまあフローラテープでねこう巻きましょうなんていうね、先生いますけど、はまあはっきり言ってこっから作るこう花束の時とかこの時点でそんなフローラテープなんか巻かなくても実際仕上がりもっと全然きれいにできますから、巻かなくていいと思います。まああれは単なるレッスンの時間稼ぎだと思ってください。次にこのリモニウムですね、これも少しこうやってパーツに分けていってこう細かくできるようにねしておきます。こういうふうに枝分け、細かくできる、細かく枝分かれは枝、細かく枝に分けておきます。はい、次にこの唐辛子、これもこのように細かくパーツに分けていきます。はい、では始めていきます。